目指したのはゴールではなく東京ビッグサイト。男子マラソンはリオ五輪代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝優勝の青学大から出場した2年の下田優太が10代日本最高記録の2時間11分34秒で日本人2位、同3位には同じく青学大3年の一色忠が入った。いやー、東京マラソン盛り上がりました。まあ内容的にはね、はい、まあ実業団の消極的な点点点とか、まあね、言いたいことはたくさんあるんですけれども、やはり下田優太選手をはじめ、青山学園もう何東京マラソンジャックしちゃったんじゃないかなっていうね感じですよね。中でもやはり、日本人10代最高記録を打ち立てた、ね、しかも2位ですよ、日本人2位に入った下田優太選手、これは取り上げなければいけませんよ。はい、ここに書いてあります。アニメオタクが聖地まで一目散に駆け抜けたって、アニメオタク、まあ、確かにね、自他共に認めるアニメオタクとして有名な下田優太選手、ね、最後のスパートもなんと体力があったからスパートできたんじゃないんですよ。なんと東京ビッグサイトがゴール地点だからスパートができたんです。こういうふうに書いてあるんですよね。いや、東京ビッグサイトはですね、なんと世界最大の同人誌即売会コミックマーケットが行われている会場としても知られていると、ね、いやもうね、来場者はなんと50万人を超す人出があると。そしてその経済効果100億円を優に超えちゃうんじゃないかなっていうね、それくらいの大イベントがある。もう下田選手も行きたくて行きたくて、しかしね、この、町田、はい、町田の寮からちょっ とビッグサイト遠いんですよね。でなかなか行くことができなかったんで、もうこれあまり来られないから嬉しくてテンションが上がったと。そだからこそできたあのスパート、いやーすごいですよね。はい、最後終盤に加速し10代の日本記録を大幅に塗り替えた。いや、春進監督もね、もうぜひともこれリオ五輪、はい、ちょっと推薦というか選択肢に入れてほしいなというふうにおっしゃってましたけどね。いやいや、まあ、伸びしろを期待してね、はい、陸連の方もしっかりと再考してほしいですよね。はい、さあ残る選考レースは琵琶湖マラソンのみ。こちらもね、こちらこそね、熱いレースをしてですね、リオ五輪に皆さんアピールしてもらいたいなとざわせずに思ってますので、皆さん頑張ってください。ざわチャンネルでした。いやー、デレステの PRP の数値とこちらマラソン能力の相乗効果について、学術的に検証してみたいと思います。